はいこんにちはレトスノーノです11月8日の3問に入っていきます A から委任を受けた代理人 B が A の許諾及び指名に基づき C を副代理人として選任したときは B は C の不誠実さを見抜けなかったことについて社会通念に照らして責、えー、めに帰することができる自由があった場合 A に対し責任を負う丸か罰かという問題ですで考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいで答えは丸なんですけどもまず状況としては A が本人で B が代理人で C が副代理人 という状況で、すね。で、副代理人 C の不注意などによって本人 A に損害を与えてしまった場合代理人 B が A に対して責任を負いますかっていうのが、まあ、質問内容なんですね。で、この場合っていうのは債務不履行のルールに従って処理します。えつまり代理人 B に社会通念に照らして責めに帰することができる自由があった場合。 これ言い換えると過失があった場合なんですね。まあ、つまり過失があった場合っていうのは本人に対して責任を負うよと。代理人 B は本人に対して責任を負うよ。過失がないのであれば代理人は本人 A に対して責任を負わないよ。っていうふうに考えていただくと分かりやすいです。そうするとこの問題文を見ると B は過失があったって書いてあるんですね。まあ、過失があったっていうふうに直接的には書いてないけれども、ここ攻めに気することができる自由。これは過失があったってことですよね。 したがって B は A に対して責任を負うということになります。よって丸ですね。で、続いて問い2に入っていきます。宅建業者 A が自ら売り主として宅建業者でない B と建築工事完了前のマンション、代金3000万円の売買契約を締結した場合、A が B から手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、B は この手付金の支払いを拒否することができる丸かかという問題ですえまず売り主は宅建業者買い主は宅建業者ではありませんしたがってハッシュ制限の適用があるんだということですねで建築工事完了前って書いてありますのでこれは未完成物件ということですねということは手付金等が代金の5%を超える場合保全措置が必要になります じゃあ、代金の5%っていくらかっていうと、代金3000万円なので5%は150万円ですよねで。150万円を超える手付金等を受領する場合、事前に、まあ、事前にっていうのはこれ、えー、受領する前ってことですよ。手付金等を受領する前に保全措置が必要だと、まあ、いうことになります。で、今回の問題、600万円を受領する場合ですよね。で、この600万円について、保全措置を講じていないんですよね。 で、この場合は、飼い主 B っていうのは保全措置していないなら、鉄撃に払いませんよと、支払いを拒否することができます。まあ、従って、丸になるということですね。で、個別指導では関連ポイントも一緒に解説していきます。で、関連ポイントも一緒に勉強することで、頭がごちゃごちゃにならないようにするんですね。つまり、まあ、整理をしていくっていうことです。勉強を重ねていくと、知識がどんどん増えていくので、混乱していくんですよ。それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して、 整理をしていくんですね、まあ、これも効率的な勉強法の一つなので、ぜひですね、独学であったとしても、予備校を通っている方だとしても、もう自分自身でね、整理できるようにしていきましょう。で、個別指導の受講者さんについては、関連ポイント、まあ,あの、関連する問題ですね、をプラスアルファで追加しています。なんで、そちらもですね、受講者専用のメルマガでご確認いただければと思います。で、問いです。停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、 停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届け出をしなければならない。丸か罰かという問題ですね。で、これ答えは罰です。事後届け出っていうのは契約締結日から2週間以内にしないといけないんですね。つまり、停止条件が成就してからではありません。問題文は、停止条件が成就した日から2週間って書いてありますよね。ここが誤りだということです。で、これっていうのはよくある引っかけ問題なんですね。で、 このの問題というのは非常に重要な考え方がありますでこれは本問に限らず近年の引っ掛け問題などに対応するための考え方なんですねで。この考え方を日頃から使って学習していると本試験でも得点できるようになります。その考え方重要なノウハウなんでちょっと個別指導でしか解説していないので個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガの解説でご確認いただければと思います。 で個別事情についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので気になる方ご確認いただければと思います。 で、毎日お送りしているこの3問っていうのは、まあ、基本的には、まあ、あの一般的な解説レベルなんですよねおそらく予備校の解説とか、えー、通信講座の解説とか、まあ、そのぐらいのレベルで、まあ、具体的な考え方だったりとか答えの導き方まではちょっとお伝えはやっぱ難しいんですねなんで、まあ、本気でね絶対合格したいという方は是非個別指導をご検討いただければと思います個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらから是非ご確認ください 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。できればグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンがたくさんあったり、またチャンネル登録者数増えますと私も励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。